お疲れチャンスラッツです。今日はですね、シーズンがね終わったので、前シーズンね世界1位だったプレイヤーの実況で紹介していこうと思います。まあ、前シーズン世界1位なんで、まあ、理論上ね、はい、最強。しかも、今月はね、まだバランス調整が来ない。まあ、今月は終わるとね、はい、来る。なんで4月の頭に来るのかな、次は。はい、というわけで、もう1ヶ月はね、今の環境は続くので、この出来ね、ぜひ皆さんも、参考にね、やってみてください。というわけで、前期世界1がこちら、迫撃ディガポイですね。はい、マイティ、アチャコブ、アイスピと言ったとこで、まあ、マイティ以外ではだいぶね、組みやすいかなって感じですね。はい、で、まあ、マイティ持ってないって方は、これ、ナイトでぜひ、やってみてほしいです。もう十分。はい、ナイトでもだいぶ強いんで、全然戦います。はい。というわけでね、早速やっていこうと思います。で、ちなみに前シーズン世界1位が、そのペドロっていう、ペドロ。はい。迫撃使い。まあ、もともと迫撃が上手いプレイヤーなんですけど、はい、高回転迫撃何でも使えるよって、まあ、プレイヤーが、さあ、世界一を取りましたって感じで、ちなみに、そのペドロは、3位も取ってます。はい。1人で、世界1位3位を取ってるっていう化け物ですね。やばくね世界1位3位1人で取ってみてー、マジマジで取ってみてーって感じなんですけども、まあでもね、200ともねほぼこのデッキを使ってました。まあちょいちょいねいじったりはされてましたけど、ほとんどこのデッキでやっていたので、よいしょ、だいぶ強いペドロが強いだけなんですけど、まあ多少はね、多少はデッキも強いやろっていうさあ、といったところで、まあ、今回バルーンを引いちゃったんですけど、まあ、このデッキ見てわかる、対空が薄いやつなんですよ。そう、対空薄いやつきついやんってなるんですけど、もう怖、意外とバルーンってポイズンで止まります。はい、これね、僕もそんな信用してなかったんですけど空無理やんと思ってたんですけど、バルーンにね、みんな棒ポイ張るんですよね。まあバルーン以外でもなんですけど、ポイズンがねだいぶ強いっていうのをちょっとね知ったので、バルーン来てワーチャーと迫撃で守れねえよってなると思うんですけど、あの棒ポイ張ってみてください。意外と止まります。はい、ポイズンアーチャーとか、まあポイズンプラスのなんだ、ほんと迫撃ぐらいで守れたりもするんで、よいしょ、まあ、こういうのはねもうドンマイ、迫撃を攻めに使った俺が悪いんですけど、アーチャーアイスピで、うーん、耐えれる、耐えれちゃったっすねでかっ、柳も環境で流行ってるかな。そう考えたらもうすごいよね、アーチャーに柳打たれるかもしんないけど、2周目アーチャー、3周目アーチャーとか、もう高回転のゴリ押しみたいなのとだいぶありますけど、よいしょ、さあもうゴブリンとかでねプレッシャーかけてあげて、アーチャーってなんか、まあ、固めても強いしね、こんな感じセパしてもね対ヤナミには強いんだね。さあで一応こんな感じでね迫撃で誘導して、まあ、マイティがあるんで、まあ、せっかくならマイティ爆破を使って、自分から入れようとしちゃってるみたいなことを気をつけながら、ね、さあ、ナイトだと、まあ、今のがないんですけど、まあ、その分回転が早いよね、みたいな、そんな感じで思ってもらえればいいかな。まあ、でもやっぱマイティ、ボルナイ、スケキン、チャンピオンやっぱ強いっすね。もう上位で、チャンピオンないデッキはね、まあ、いるのはでもいるんだよな。なんか特殊ですけど、ラバルガゴガゴみたいなとか、まあちょっとこうクレイジーめのね怒りチックなデッキはいるんですけど、やっぱチャンピオンはあるだけでね強いですよね。よいしょ、さあプリンスです。でアーチャーゴブリンで陸行きになるんだね。もう無限っすね。なんかケツマイティしてこのサイクルがずれるじゃないですか、チャンピオンでね。その間にもうディガポイウッドアイスピ、ディガポイウッドアイスピみたいなサイクルを作れるんですよ。カード3枚で同じのが回るやつね。それが多分強すぎて、最後の3倍タイム入ってからがねめっちゃ強いです。なんでそれまではディガポイなんですけど、
守りに徹していいと思いますね。よいしょ、無理に攻めない。いやーこれめっちゃ強いぞ。まあナイトでも強いんだけど、さあ削ってあげましょう。からのスケルトン部隊がみたいなね。回らんか。いやこんだけでだってあと守るだけですから。迫撃はねやっぱ攻めも強いし防衛も強いしっていう、このカード1枚で両方ともねできるのがやっぱ強いんですよね。ボムタワーとかは、まあ、守りは強いですけど攻めには使えないわけじゃないですか。てかまあ他の施設は何でもそうなんですけど、小屋とかも小屋グレか一応攻めれる。そうなんですけど迫撃の強みはねやっぱ守りでも使えれるし、これだけでもねほんとタワー降り切れるぐらいのパワーを持ってるんで、本当に極めたら最強って言われるカードですよね。よいしょ。もうあと僕はもう守るだけっすね、正直。棒ポイもガンガン使いながらって感じかな。で、ちなみに、世界1位がペドロで、3位もペドロだったんですけど、2位はね、モハメドライトでした。はい。皆さんもよく知ってると思うんですけど。やっぱ強いプレイヤー、強いっすね。ほんと強すぎるんすね。強すぎてやばい。しかも、これまた面白いのが、ライトも200ぐらいやってたんですよ。2つのアカウントをね、あげる。そうなんですけど、最後の最後に、そのペドロが1位だったアカウントは、直近2戦モハメドライトに勝ってんすよ。すごくないですか？まあそのデッキの相性とかもあるとは思うんですけど、そうだからもうそこでやり合ってやり合って、お互い1位に。まあお互いディガー削りだったんで、ディガポイ。そう。マジでディガー、まあなんだろうな。この仕組みが強い、このカード、こういう系がもう強い。アチャゴブディガポイが強いですね。はい。アチャゴブディガポイ、ウッド。この形が。はい。なんか安定するんでしょうね。あー、バケモン来たわ。あれを守るプランはね、どうしよう。まあ結局ポイズン貼るしかないんですけどね。僕のできることは。ポイズン貼って、相手に先に貼られちゃった。溶かしちゃう。てかポイズンも貼らなくてもいいかもしんない。もしかしたら。よいしょ。あ、これ。潜ればよかった、早く。もったいない。インドラのダメージ負ったのマジもったいないっすね。マイティの HP もっと残せましたよ。よいしょ。飛んでしまえば？これマイティぶっ刺しの系。おああ、ザパルンかい。っていうね。さあ、まあ危なそうだったらというか、普通に形踏まえたら暴行します。圧倒的ディガポイ時代が来ましたね。ディガポイが強い環境はね、結構いい環境って言われるんですけどね。むずいじゃないですか。ディガっぽい。だから、うまいやつがしっかり上がる環境っていうね。まあ、それだと勝てないんですけどね。うますぎる。世界の化け物たちには。よいしょ。さあ、エリゴレ。まあ、エリゴレも結局、しっかり迫撃とマイティと棒っぽい張る。棒っぽい張る。結構重要っすね。貼っちまえばだってもう、これでも貼んなくても良さそう。潜っちゃう。さあ、ザップ来る。近畿一応しちゃう。嫌がらせしていこうぜ。これマイティの受けないんじゃない？あーガチ強い。
さあ耐える。なんかだいぶ怖い。正直。正直俺も今ビビりながらプレイしてる。あ、でも相手めっちゃきつそう。マジめっちゃきつそう。いやえぐい。いやもう結局これは何が強いかって、迫撃が攻めれるし守れるし強いと。で困った時の棒ポイ、そして環境壊れの、まあ、アーチャー、そしてゴブリン、まあ、どれも強いんですけどね。このサイクルができるこのデッキが最強です。極めがいはありますよね。まあ、さあタワー12に上がる。とりあえず困ったら困ったら後ろから流しときゃいいかな。よいしょ。ディガっぽい。まあロケが減ったからかな。やっぱポイズンの弱いところっていうか強いんですけど、まあ、使われない一つの理由としては、使われないっていうのか、なんて言うんだろうな、今シーズンほど流行んなかった理由としては、結局ロケ削りに勝てないんですよポイズンって。そう、強いんだけど最後の削り合いになった時にやっぱロケに勝てなくなっちゃうんですよね。ロケ強すぎて。そうなんだけど、やっぱロケが解放されてだいぶ減ったっすね。それによってタイブレイク負けをする相手がねだいぶ減った。そうだからもうポイズン削りで勝てちゃうんですよね。それ以外のロケには負けるけどみたいな。なんでもうずっと、ああ、あれ邪魔だな、これ打っちゃうか。そうだから天敵のロケットが少ない分、高回転のポイズンでしっかり削ってしっかり守ってる、それだけで勝てるっていう環境が今生まれてますね。てか守れれば誰でも上がれます、守れれば。あー、これマジで辛いよ。さあ潜る。一応アイスピもある。このミリ残りゴブリンを延命したかった。迫撃もうちょっと立てていきたいんですけど、まあ無理せんでもいいってやつですよね。スキャラとかもね、本気いたっすけどね、だいぶ頑張ってたな、ヤナアメ型で。さあアイスピでリセットができる。なんならこれ潜ってゴルナイをしばきにもいける。でこっちは処理できる、警戒する。これ迫撃でよかったけど、はい、もう無限です。ずっと俺のターンが始まる。マイティ潜って、うわー潜れないか。マイティなんか潜った時のダメージさめっちゃあるんだよな。さあシャーなし許容の、あー、痛いマッスルパンチ来てる。え、ハッスル。さあ気づけば棒っぽいじゃない、ぽい圏内危ね。ゴルナイはずっと強いんだね。はい、マイキーとさゴルナイってどっちが強いんだろう。なんかゴルナイの方が一方的に焼かれるイメージあるんだけど、一応ゴルナイもねトルネで無理やり巻き込んでマイキーとタワーにダメージとかリセットもできるじゃないですか。なんでどっちが強いんだろう、むずいね。まあでもマイティーゴルナイ両方ともめっちゃ強い。あー、なんか厄介そうなやつ来たっすね。さあウィザード一旦耐えましょう。はい、ペッカとかかな。ペッカすらもねえか。エリーババレージバルキリーミニペザップと呼んだ。あ、これマイティの爆破入るだけで結構でかい。え、ああ400、マジで、カンストで400ぐらいあるんだよな。ホグと一発ぐらい。
ホグと同じぐらい。なんならホグよりも多いかも。さあ、ちまちましていくよ。端前でもよかったけど、おお。さあ、これは端前迫撃を読んでのインフェでしょう。さあ、これしとけば相手のホグ一発も入らないんで、逆にどうやったら負けるんだいっていう話なんですよ。ディガでカツカツ、まあ、ヤンナーメとか飛んでくるかもね。汗汗、ウィザード陸域がないぞ。そこマイティバカを入れられると、いや届いてはないけどさ、ウィザードやれてアーチャーが入る。いや、このちょっとのダメージもでかいかんな。本当に3倍タイム入れば、何ポイウッドアイスピー、もう1枚ポイウッドアイスピー、もう1枚の最強サイクルが完成するんですよ。さ、まさかのライトニング来る。さ、これはねちょっと知らなかったんで仕方ない仕方ないです。まあ、ハゲジ行ってもよかったかもね。これいけなかったな。もう一枚咲かせられた気がする。さあ、おしゃれに来る。だいぶ攻めっ気がありますが、さあポイズン打って、これもう守るだけなんだよね正直。ウッドで削るすげえネチ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 ってわけでもないけどね、すごいよね。もうこれずっとこうやってちまちま削る。さあ、もうポイズン打っちゃっていやもう通んない。だから通さなければいいデッキなんでね、ディガディガポイは。こっちの攻めを通すというよりかは相手の攻めを通さないが正解ですね。はい、これポイウッドで落ちんのかな、怪しい。まあ、ウッドで、でこういうライトニング相手にはね最強ですからね、アーチャー。これちょっと怪しい。しっかり耐えてポイズン圏内かなあんまな、なんかコグデン好きなんですけど、ディガポイはねそんな触ってきてない気がするんですよね俺。あんまりディガポイズン、ディガロケはねそれこそよく動画にも上げてた気がするんだけど、ディガポイはねあんまそう触ってこなかった民なんで、ポイズンで削るならロケでええやんっていう、ポイズンで削るならスケラでええやんみたいなそういう感じだったんで、しっかり守って確実に削っていく戦術はねちょっとこれを機にねみんな触れた方がいいかもしんない。防衛力が上がるっすよね間違いなく。いやー、これでさえもなんか残ってるとうざそうじゃない。さあ、プリンス、ヤナメ飛んでくるかな、一旦ウッドして。見てる側はどうなんだろうな、ディガっぽい一生守ってるだけだけど、よいしょ。あー、なんかいい。さあ、そろそろ行きますか。まあ、ディガーでも攻めるんですけど、迫撃砲で陸撃を使わして陸撃がいないところをディガーで刺す。まあ、これが結構ね迫撃ディガーのテンプレートの立ち回りだと思うんで、やめろやめろ、ウォールブレイカーやりすぎ。迫撃置くだけでなんかちょっと辛そうですけどね。
よし、アイスピで削ってまた迫撃で攻めていく。ここは無理くれえやろ。最大守る。いやーこれマジ強えの。で延命してね、このミリが強いで陸を裂いたところで、さあこれこのねディガーがカツ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 で2倍タイムとか入ってくると、まあ、ポイズンも打てるコストも出てくると思うんで、しっかり守る。えっ、あめっちゃ嫌な目きた、やばい。さあこれは良すぎる相手の矢が。削っていくよん。矢の飴持ってるとね、ちょっと警戒しないといけないですね。ちょっとザップがあったんで、ここでザップ来ると。おビクビクしながら待ってた今。怖すぎ。え、やば。さあ耐える。これは矢の雨まで使ってるんでだいぶチャンスになりそう。マイティ傷つけさせたくない。ああこれアーチャーに当たってない、この人やばい。さあバッカーが入る。まあでも540となるとこれね、ビビるよね。ちょ、ビビった男はどう出るかっていうと、防衛迫撃をするんですよ。マジのビビり。で、ここで一旦攻めといて、おぉ！まさかの、まさかのまさかのまさかの。あぶねえ！これ！さあ、耐えた。あとは呪文圏内なんで、しっかり守って。いやー焦るよなマジで。矢の雨ザップのメガナイトオールブレイカーでしたね。まあでも矢の雨持ちにもね全然戦えるんだね結局ね。1周目行かれても2周目てかアーチャーとゴブリンどっちかが生きるよねっていうサイクルですね。さあ慣れればねディガポエもめちゃんこ楽しい。さあよろしく。慣れれば守れない時はね多分何でも守れない変なゾーンに入っちゃうかもしんないけど。よいしょ。さあ攻める。あーインフェ、まあ、インフェ使ってくれたのが美味しいよねと思えば。いやー痛い痛い、一発入っちまう。さあロイジャイインフェアの雨、これまたいかついですねお兄さん。でもロイジャイ使ったな、迫撃でロイジャイ守れる、マイティアイスピでも守れる、ゴブウッドでも止まるって考えると攻めまくれます。あー巨スケ、これは迫撃のねちょっと近くに寄せてはいけないので動かします。ライトニング、まあゴブリンで受けてからのディガーとかでも良さそうだけど、キョロイインフェやばいね。さあウッドもある、ウッドやダメやん、えぐいね。これに勝てるとまあチュートリアル完了ってとこですかい。削ってこうぜ。一応これリセットがない。アイスピちょっと大事だな。いて。これ入れちゃうのも良くないよね。さあ、ババなんか散らかってんな。で、やらなくなるんで、まあ、アーチャーセパーが基本的には良さそう。で、正直ユニット
とウッドアイスピーで守れる気がするんで、迫撃砲で攻めちゃいます。あー、それやばい。あぶねえ、神ファイス来てる。さあちょっと食らっちまうね。うマジキョロイヤウッドね。あ、なんか良さげのデッキだな。だから陸域が少ないことに気づいた。でもファイスピ、いや山目良すぎだろ。マジやばいんね、チュートリアルやばいババね。いやーちょっと一回僕置いて、いやー使う、あや使ったのね、でかい。さあからの反撃開始。いやすごいよね、こっちいいね。いやポイまで打つかは悩むが、打っちゃおう。正直左っすよね、圧倒的。これ回ります、回ってほしいです。耐えれます、耐えてほしいです。危ねえ、なんならまだ負けられるなんならまだ負けられる。ゴブリン入る、オープン、え、危ねえ、危ねえ、マジで普通に負けそうだったわ。さあというわけで、みたいな相手もいるけど、いるけど、でもそれにもね全然戦えるっていう、ヤウッドとかにもね、はい、頑張れるので、ちょっと皆さんぜひねこちらの迫撃ディゴパイやってみてください。よければちゃんと声をお願いします。お疲れ様でした、またね。